64式拳銃は1960年代に朝鮮民主主義人民共和国で生産された小型自動拳銃である。北朝鮮が初めて設計、生産した軍用拳銃であるとされる。64式拳銃はベルギーのファブリックナショナルで製造されていた M1900 を模して開発された拳銃で基本的な構成は M1900 に忠実なものになっている。 本銃の採用年とされる1964年の時点でもジョン・ブローニングが M1900 の原型を設計してからすでに70年近くが経過しており、いわゆる骨董品的な部類に入り得る消化器であった。それにもかかわらず、M1900 を模倣元に選択した理由としては、単に M1900 が 朝鮮半島や中国大陸など東アジアの地域で多数出回っており、模倣が容易だったためとする説。1909年に満州のハルビン駅構内にて大日本帝国の洋人である伊藤博文前韓国党官が射殺された事件で実行犯とされる安重根が M1900 を使用したことにちなみ、この拳銃を朝鮮における 反帝国主義を象徴するものとして採用したとする説、北朝鮮の最高指導者である金日誠が、抗日パルチザン活動に参加するにあたって、父親の金トールキビが使用した M1900 を受け継ぎ愛用したという伝説に基づくとする説などが挙げられているが、実際の理由は依然不明である。通常型と、小音型の比較64式拳銃の 外見的及び気候的特徴は M1900 に極めて忠実である一方、通常の仕様の他にオリジナルにはない消音型が作られるなど独自の発展を遂げた。消音型はスライドが短縮されており露出した重心先端のネジ山にサウンドサプレッサーを装着できる。一般的な自動拳銃では重厚に強の太いタッチメントを取り付けると照準が阻害されるため、 高さのある照準機に置換している場合があるが、M1900 の設計では、リコイルスプリングが上側にあり、重心の位置が低いため、照準機の変更などは不要だった。サプレッサー本体は、古典的なマキシム式のものが採用された。グリップは、チェッカリングの掘られた黒い樹脂製であり、M1900 に見られる FN のマークの代わりに、 円と星型、そして星から広がる光線の衣装が配されていた。弾薬は M1900 と同じく、32ACP 弾が使用されたが、銃本体には7.62と刻印されている。64式拳銃は、一般の貸士官や兵士にはほとんど支給されず、通常型は高級士官の誤信用に、小音型は特殊作戦に従事する工作員などに支給された。 しかし、5年と経たず、実質的な光景となる70式拳銃が開発されている。ありがとうございます。